はい、おっちゃんでーす、今日は6月30日土曜日ですね、今日もね、沖の方ね、早速やっていきたいと思います。それでは行ってきます。
今終わりました。早速結果の方ですね。投資が8000円、換金が2万円ちょうど、1万2000円の価値ということで今日は終わってます。で、まあ、今日の立ち回りなんですけどね、今午後1時です。今日の立ち回りなんですけど、早い、1台目か、あれはね。1台目で3000円で、上がってくれて。で、あれチェリー解除ですね。多分。チェリーの字ゲームで光ったんで、多分ですよ。いきなり天国っていうのは上がらず。で、次かかったやつ。あれが、あれもチェリー解除ですね。これは間違いなくチェリー解除です。遅れたんで、遅れてのチェリーの解除なんでね。で、そこからね、うまく天国上がってくれて、もしくはドキドキなのかどうかちょっとわかんないですけど、その途中で、確定、チェリー引きの、でね。で、なんだかんだ伸びてくれて、ちょっとまとまった出玉ができたという、非常に楽な展開。ね。で、ただ、あれ30、レンチャン終わってからすぐまた30ゲーム台でね、ポコッと来て。で、次1ゲーム連の履歴があるんですけど、その30何ゲームで当たったから、その次の1ゲーム連ですね。あれはチェリーか。ビッグ中のチェリーによる1ゲーム連ですね。ですので、天国ではない。で、それスルーして、で、早かったのでね、もしかしたら通常 B に追ってくれたらいいかなと思いつつ、打っとったわけなんですけど、いつものおっちゃんだったらどうかな、あれでね、2000枚ぐらいまで行ったんですよ。で、1500枚、3万円のラインですね。そこで別にやめればよかったんですけど、その時点で、200ゲームぐらい回した時点で、やっぱちょっと、共通ベルの確率は落ちてきてたんですけど、それまでがもうものすごい良かったんですよ。だから、もうちょっと粘ってみようかなと思って。で、中途半端な、金額で買えるよりも、それだったら、換金2万円のラインまでちょっと、打ち込もうと思ってね。で、結局446ゲームぐらいまでね、回して、で、当たらず、で、換金2万円って言ったところで、ちょっとやめてきたっていう感じですね。もし、で、その辞めた時点でのね、共通ベルの確率もやっぱりかなり落ちてたんで、本当ならもう一回当たりを見てもいいんでしょうけど、下手したらね、天井まで持ってかれちゃったら、ね、追い金になっちゃうっていうのと、で、本当次にね、天国上がってくれる保証がないもんですから、そういうことを考えるとね、500ゲームそこそこぐらいでね、当たってくれればまだいいんでしょうけど、ちょっとね、自信がなかった。おっちゃんの今日の引きから行くとちょっと自信がなかったので、だからもうちょっともうね、買っとるうちにやめてこようということで、やめてきました。はい。こんな立ち回りもあってもいいのかなと思いますのでね。でもどうせね、446で捨てるんだったら、もっと早くやめろよっていうのがね、これ結果論ですわね。だからそういうふうに思うぐらいだったら、とことん突っ込む。で、早くやめるなら早くやめるみたいなね。その辺のメリハリやっぱ聞かした方が本当はいいんですけどね。それがなかなかできないから、それがまた面白いっていうね。なのでね、とにかく勝ちにはちょっとこだわりたいなと思うんで、年収支での勝ちですよね。そこにはこだわっていく。そのためにはやっぱりこういうやめ方もせざるを得ないのかなっていうふうに思いますんで、それはよしとしましょうということでね、また次につなげたいと思います。ということでね、またよろしくお願いします。ありがとうございました。